ニコニコ動画プレミアムになったばっかりの翌日、ニコニコ動画大障害に見舞われてしまいました。どうも、かまくみです。おはようございます。本当です。プレミアム回線になってね、わーすげー早いと思ってね、見ようと思ったね、翌日にね、休みやったんですけどね、大障害見舞われましたよ。自分の動画さえ見れなかったですよ。本当にね、まあ今は普通になってくれてるんでよかったですけどね。はい、ということで、はい、前回の一郎商店来たんからですね、ズルズルさん、そしてライブアライブを見続き見ていただいてる方がいましたら、どうも、引き続きご動画を見ていただきありがとうございます。そして今回が初めてですという方は、初めまして、私鎌首と申します。以上よろしくお願いいたします。今回ですね、まあなんつうかやってくださいみたいな、ごめんなさい、やってくださいっていうちょっとねリクエストもあってですね、やろうかどうか悩んだ末、やるかということでやることになりました。怪談地ツアーっていうね、ノベルゲームですね。はい、パソコンのやつです。なのでこれをどう進めていこうかって悩んだ挙句なんですけども、まあ頑張っていこうかなと、やっていこうと思います。これでこれマウスを動かしながらやっていこうと思いますので、では開始ボタンを押します。バツガツ、バツガツ、バツ年、バツガツ、バツ日、冒険、冒書にて、はい。ごめんなさい。お待ちしていました。謝っていただかなくて結構です。あ、すいません。本当にさっき謝ったんですけど、デジャブですか？大丈夫です。この村までの道、悪いです。はあ。時間遅れるのが仕方ないです。はい。ごめんなさい。ちょっと待ってください。時々頭が混乱するんです。頭が真っ白になるんです。はい。てん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 。ごめんなさい。もう大丈夫です。私の家でお話しませんか？私の家、ここから近い場所にあるんです。はい、びっくりした。今の、あれやん。一郎やん。一郎少年やん。一郎少年の窓のぞいた時の音やん。びっくりした。ありがとうございます。もうやめてよ、その音。ちょっとトラウマやねんから。この間、この間いただいた雑誌読みました。はい、面白かったです。あ、どうも。本当です。雑誌数える程度しか読んだことがないんです。この村のことが載っていました。この村のこと大きく取り扱っていて驚きました。あ、はい。知っている場所の写真が何枚も載っていました。不思議な感じがしました。え、はい、よくわかりましたね。全員嘘をついています。は、本当のことを言う人誰一人としていないでしょう。え、そんなことはありません。そういう決まりなんです。はあ、この村のもの外に出ること禁止されているんです。はい、この村の外、この村の外のもの入ってくること特に禁止されていません。はあ、外のことですか？少し知っています。知っていても知らないことにしていました。いろいろ面倒なんです。他の村の人ですか？わかりません。あ、待ってください、着きました。ここ私の家です。どうぞ上がってください。もうなんかいかにも建て付けがすごい古い家ですよね。このかま、ドアのこれ、なんちゅうんすかね、これなんていうのかな、でこの辺のこのバケツコもなんかいかにも夏場とか棒フラとかね、溜まってそうで、でこの辺に上にね、こうなんかブーっとこう棒フラの蚊がこう成長した蚊がねこう溜まってそうな、夏場とかね雰囲気しそうな村ですけども、ちょっと見ます。これはいただけるんですか？本当ですか？ありがとうございます。あ、いえいえ。嬉しいです。本当に嬉しいです。甘いもの好きなんです。甘いもの大好きなんです。お茶お出しします。なんか旅館みたいな家のあれですね。普通のお茶しかないんです。それでいいですか？お茶に普通も何もないでしょ。ありがとうございます。どうぞ。いただきます。ごめんなさい、少し濃くなってしまいました。ごめん
なさい、入れ直します。え、いいんですか？ありがとうございます。お待たせしました。続きお話しします。はい、この村ほんの少し前までたくさんの人が住んでいました。村の外の人たちが来た、村の外の人たちが来た日のことをよく覚えています。叫び声、怒鳴り声、たくさん聞こえてきました。はあ、何かが壊れる音、たくさん聞こえてきました。とても長い時間聞こえてきました。とても長い時間聞こえてきました。村の人、村の外に連れて行かれました。村の人、知らない場所に連れて行かれました。え、そうなんですか？警察？病院？そうなんですか？全員ですか？そうなんですか？え、自殺？そうなんですか？なんかこのそうなんですかっていう振りがライブアライブの SF に出てきた船長のね、あれみたいな、ね、何そんなことが、そうか、それは気の毒にっていうあれを、何それは本当かね、それは気の毒に、何言ってるんだ、非常事態だぞ、いつまで部屋の中に閉じこもってるつもりだ、何それは本当かね、それは気の毒に、ん？何？それは本当かね？それは気の毒に。思い出しますね。ごめんなさい。自殺、自分で生きるのをやめることですよね。ああ、そうやな。自殺反対や、自殺反対。みんな迷惑かけるだけやんな。そうなんですか？私ですか？私、村から離れた場所に住んでいました。曽祖父っていうんですかね、曽祖父の家です。私、曽祖父の家に住んでいたんです。汚い家やな。村の外の人たちが来た日、曽祖父の家にいたんです。曽祖父の家言うてるけど、これえ、ちょっと待って、これ家の面積、いや狭っ。これ明らかに座らないられへんやろ。でドアないしやな、ここから入るってことでしょ。ザザザー、コンコン、すいませんみたいな感じで、あーどうも、よう来たねみたいな感じになるから、ここに入ってくるってことでしょ。狭っ。これ雨の日とか入ってたら、これ家なんかピチョピチョになるやんね。すいません、続きいきます。私の家族、村の外に連れて行かれました。あらら、私の家誰もいないんです。私の家、私以外誰もいないんです。曽祖父の家からやっと家に帰ることができたんです。私のこと少しお話ししても良いですか？ありがとうございます。私、体が弱いんです。私、生まれた時は健康でした。そう聞きました。私の体のことで祖父や祖母は随分母を責めました。ひどいね。母はいつも私のことで泣いていました。私には姉が一人いたんです。姉、いつも私のことで泣いている母を慰めていました。祖父と祖母、私のことをいつも一族の恥、そう言っていました。ああ、何度謝っても許してもらえませんでした。母と姉、私のことをいつも一族の恥、そう言っていました。わあ、何度謝っても許してもらえませんでした。ああ、これ完全虐待ですよね。おじいちゃんおばあちゃん、その上の代の人に、お前の子供の役立つかみたいな感じに、こう怒りを対してを自分の子供にぶつけてると、最低やね、ほんと。曽祖父と一緒に住むのが私のために良い、そう言われました。家族全員に言われました。曽祖父とても元気なんです。曽祖父、曽祖母が亡くなってから家を出たんです。私、家を追い出されたんです。私、邪魔だったんです。曽祖父、変わり者なんです。曽祖父、山の奥に一人で住んでいるんです。曽祖父、山の奥に一人で家を建てたんです。曽祖父、村の人から一目置かれていたようでした。正直、関わり合いたくなかったんだと思います。曽祖父、私のことをいつも一族の恥、そう言っていました。そっちにも言われた。怒鳴られました。殴られました。蹴られました。
何度謝っても許してもらえませんでした。なんかだんだんちょっとブルーになってくるな、これ。でも仕方ないんです。でも時々混乱するんです。でも時々頭が真っ白になるんです。村の人たちと会いましたか？何人くらいですか？では気づきませんでしたか？どうでしたか？そうです、顔全員似てますよね。え、体型全員似てますよね。いただいた雑誌読みました。近親交繰り返した結果だと書いていました。はあ、なるほどね、そういうことか。全員そう答えましたか？そうですか。違うんです、この村は平等の村なんです。聞いたことありますか？そうですか。能力のハゲ出た人っていいのかな、能力のハゲ出た人の中から選ぶんです。違ってたらすみません。毎年4人選ぶんです。わかりません、昔からずっとそうでした。方法はくじ引きです。選ばれた4人同時にくじを引くんです。村の人全員見守る中でくじを引くんです。正直羨ましかったです。正直悔しかったです。でも仕方ないんです。でも時々混乱するんです。でも時々頭が真っ白になるんです。え、姉ですか？姉、この村の女性と同じです。健康で賢かったんです。見た目良かったんです。姉、性格良かったんです。姉、怒るの私に対してだけでした。ひどいな。この村にいる男性、健康で賢いんです。見た目いいんです。性格いいんです。なんか体元気ですみたいな。なんだったっけな、ハイチョルシーやったっけ。その人たちの子供を8人産みました。大家族やな。同じ男性の子供を2人産みました。姉の年齢ですか？私の一つ上です。え、そうです、確かに私の一つ上です。はい、間違いありません。8人目の子供を産んだ後、姉は処分されました。処分？8人までなんです。処分ですか？私の知る限り頻繁に行われていました。わかりません。え、姉ですか？わかりません。姉、私のこと嫌っていました。姉、私のこととても嫌っていました。姉の処分の日、手伝いに行かなかったんです。え、あの、ごめんなさい、私の話分かりづらいですね。最初からお話しします。え、あなたが知りたいことを順番にお話しします。宗教、神様、何ですかそれ。ごめんなさい、一度も聞いたことがありません。全く関係ありません。この村、学校があります。小学校です。え、中学校ですか？聞いたことはあります。はい、必要ないんだそうです。いや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 、義務教育、義務教育。平等の授業で習うんです。生徒の人数ですか？全学年入れで28人でした。ちょっと待ってや、ズルズルさんの時が確かあれ 1,2,3,4,5 人ぐらいです。72人か、72人だから、全学年で28人、もっと少ないな。はぁ、そんなもんなんやな、今の小学校って。違うか。平等の授業、1年に一度実習があるんです。こう、私、実習の日が楽しみでした。生徒全員実習の日が楽しみでした。実習の前、実習の話題で持ちきりでした。ごちそう食べることができたんです。村の人とても貧しいんです。だから実習の日が待ち遠しかったんです。とても待ち遠しかったんです。とてもとても待ち遠しかったんです。とてもとても待ち遠しかったんです。トーマスは元気な顔で出発したみたいな感じですね。平等の授業の実習、本当の平等の日と同じです。方法はくじ引きです。この村にいる子供たち、健康で賢いんです。見た目いいんです。性格いいんです。人数が多いですから順番に引くんです。一度もくじ引きに参加しない生徒がいました。
大きな家に住んでいました。この村で唯一父親と母親両方いるんです。この村で唯一この村の外へ出ることができる家の子供でした。ほう。それと私です。他の生徒全員痩せていました。でもその生徒だけ丸々と太っているんです。他の生徒全員ボロを着ていました。でもその生徒だけ綺麗な服を着ているんです。名前出さない方がいいですか？わかりました。仮に A さんとします。 A さん特別でした。ほんまに特別やな、これは。ちょっとこの馬怖いんすけど、こんなんこう結婚式のところにこう、お待たせしましたって感じでポンってこの馬出されたら、ほんまにこうちょっと下げてくださいって言いますけどね、私だったら。 A さん毎日違った服着ていました。 A さん毎日違った靴履いていました。 A さん持ち物他の生徒と全然違うんです。うまく言えませんが、とてもキラキラしていました。 A さん他の生徒のことを悪く言っていました。 A さん他の生徒が近寄るのを嫌っていました。 A さんいつも同じことを言っていました。服村の外で買ったと言っていました。持ち物村の外で買ったと言っていました。あ、外に出れるからね。大きくなったら村の外に出ると言っていました。 A さんいつも同じことを言っていました。A さんいつもいつも同じことを言っていました。あなたたちはここで何も知らずに死んでいくのね。そう言って笑っていました。他の生徒ですか？ A さんのこと苦手に思っているようでした。先生ですか？いつも注意していました。先生もここで死んでいくのね。何もかも知っていてそれでもここで死んでいくのね。そう言って笑っていました。私ずっと変だなと思っていたんです。私くじ引きに参加できません。私体が弱いからです。 A さん健康で賢いんです。太ってはいましたが見た目いいんです。性格いいんです。くじ引きに参加できないのはなぜなのでしょうか？ A さんくじ引きの時笑っていました。くじ引きしている生徒を見て笑っていました。え、そうです、くじ引きの時毎回でした。はい、毎回笑っていました。間違いありません。間違いない。絶対無理をしていたんです。くじ引きに参加できなくて羨ましかったんです。くじ引きに参加できなくて悔しかったんです。私 A さんのことかわいそうだと思いました。私 A さんのことをとてもかわいそうだと思いました。だから言ったんです。だからくじ引きの日に言ったんです。だから勇気を出して言ったんです。A さん、くじ引きに参加しないの不平等です。A さんがかわいそうです。A さんが選ばれたらみんな平等にお金持ちになれるんじゃないですか。平等の実習の日、A さんが選ばれました。A さん、泣いていました。生徒全員拍手していました。先生全員拍手していました。A さん、嬉しかったんだと思います。A さん、とても嬉しかったんだと思います。曽祖父 A さんのことを嫌っていました。また曽祖父出てきたな。曽祖父 A さんの家のことをとても嫌っていました。でも仕方ないんだそうです。 A さんの家のお金持ちのおかげ、 A さんの家のお金のおかげなんだそうです。うん、王がいっぱいつけすぎやね。 A さんの家の お金のおかげでいろいろなんとかなっていたんだそうです。そう言っていました。詳しいことですか？わかりません。曽祖父独り言を言うんです。曽祖父独り言を大きな声で言うんです。 A さんの家のお金のことを不思議に思いました。いろいろなんとかなってたことを不思議に思いました。詳しいことを知りたいと思いました。でも聞けませんでした。怒鳴られるんです。怒られる、殴られるんです。蹴られるんです。私曽祖父の家から学校に通っていました。体調の良い時でも2時間ぐらいかかるんです。曽祖父の家、電気がないんです。曽祖父、私を見ると不機嫌になるんです。曽祖父、私を見るととても不機嫌になるんです。宿題、学校で終わらせて帰っていました。帰り道、景色が不思議な、綺麗な場所があるんです。その場所を通るの、毎日楽しみでした。
その場所を通るの毎日とても楽しみでした。その場所で少し休むんです。嫌なこと全部忘れられるんです。え、私の体のことですか？仕方ないんです。病院ですか？体治すところですよね。村の人全員健康なんです。はい、必要ないんだそうです。はい、いました。その場合ですか？処分するんです。処分ですか？え、方法ですか？焼却炉で焼くんです。ちょっとじゃあこの辺ちょっといい時間なんで、じゃあちょっといろいろと引っかかることが多い物語でございますが、一旦ここで終了しておきたいと思います。それでは、また次回よろしくお願いします。以上、かまくびでした。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。